お元気ですか？ボクシュミです。今回は焼きそば弁当シリーズ第17弾シーフード味を食べていきたいと思います。それではね、お湯を入れて3分待ちたいと思います。はい、3分経ちました。早速食べていきたいと思います。まずね、お湯を入れる前にこちらのね、火薬入れました。火薬の中にはね、カニカマのね、あの乾燥したのが入っておりました。で、このね、中華スープ、この中華スープもね、別の容器に入れてきました。で、後ほどね、この液体ソースもね、入れたいと思います。まずはね、あらかじめね、この蓋をね、剥がしておきました。で、ここにね、容器がありますので、こちらをね、入れたいと思います。過去にね、これでね、前回ですね、曇ってしまったというハプニングがありましたのでね、ここをね、注意しながらね、切りたいと思います。こんな感じでよろしいですかね。はい。で、まあらかじめ、ね、このスープはね、今回画面の方にもね、一旦ね、外しておきます。で、ここの、この蓋をね、開けまして、ちょっとね、カニカマがね、くっついてしまったのでね、剥がしておきます。まずゆっくりね、こうやって剥がしまして、ちょっとね、お湯を切ったのでちょっとね、傾きましたけどね、具がね。で、早速ね、焼いたいと思います。まずはですね、こちらの液体ソースなんですけど、今回ね、シーフードって感じでございますのでね、多分ね、海産のね、なんか匂いがするんじゃないかなと思います。こちらも結構ね、前回に比べてね、なんかゾロッとしたようなね、感じでございます。ちょっと一旦ね、ちょっと実はね、ちょっとね、軽いハプニングがありましてね、ちょっとね、使ってる箸がですね、ちょっとね、落ちてしまったというちょっとハプニングがありましたけどね、その辺でご了承ください。で、まずね、こうやってかき混ぜて、あ、ちょっと若干ね、あ、こもってしまいましたけどね、ごめんなさいね。で、ちょっとね、外しておきます。ね、こうですね。ちょっとね、ごめんなさいね。これね、曇ってしまったことをね。で、で、こんな感じか。で、このね、ふりかけ。で、これね、行儀悪いのでね、こうやって置きます。で、ね、このふりかけをね、こうやってね、振ってきましてね、この、おっと、ごめんなさい。落ちまして、こちらのね、ふりかけをですね、かけて、よくやりますね、こうやってね。で、感じですね。で、ちょっとね、かき混ぜて、いただきたいと思います。ではね、この、シーフード味いただきたいと思います。匂いはね、やっぱりね、磯の香りがね、なんか、ポワーンってくるような感じがしますけどね。ではね、いただきます。やっぱりね、なんていうか、魚のね、魚介のね、香りがね、なんか口いっぱいに広がってね、うん、これは結構ね、うまいです。なんかね、斬新な味っていう感じがね、しますね。うん。後からね、食べた後からね、ちょっとね、香りが一段とまた広がってきますね。うん。もうちょっと食べてみたいと思います。
こんなね、うん、やっぱりね、うん、やっぱりどっちかというと香りが広がるなんかあの焼きそば弁当でしょうかね。いつもだったらこういうちょっとソース味なんですけどね、まあ、ソース味としてはまあなんていうか香りの方がなんか磯の香りの方がねまあ広がるね感じがいたします。でこれ一旦ね置きまして、今度ね中華スープをいただきたいと思います。で中華スープもいただきます。こちらはね大したね変わりはございません。で前回のねやりました焼きそば弁当、あの北見焼肉味もね、あのリンク下の方、リンクじゃなくてコメントの下の方にね貼っておきますのでね、リンクをね、もしよかったらねそちらもぜひね見てない方はねご覧ください。他はねあとね過去のね焼きそば弁当のね方もですね後ほどですねリンクも貼っておきますので、もしね興味のある方はそちらもぜひご覧ください。もしよかったらこちらの焼きそば弁当シーフード味でご購入してみて食べてみてください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。